歯がめっちゃ痛いんです今、まあ、歯抜いたんですけどね、あの鼻血が止まんなくてね、ちょっとこれ見苦しいかもしれないですけど入ってるんですよね、鼻血がどうも止まんない、高所行った後ですけどね。はい、今日また前シータの普通のやつ持ってたんですけど、一回売りまして、動画がちょっと撮りにくかったんで、でコダックの360度カメラを買ったんですけど、これねコダックでもこれってあれだったんですよ、この面が片面しかついてないから簡単に言うと、ここは360度、水平360度ってことだったんですよね。だから裏面が取れない、これは裏面も取れるんで、やっぱりシータにしました。こっちで今回のシータはすごくやりやすく、前なんか長押しとかあったんですけどね、ビデオカメラとのこの替えを、この今回これだけでいきますね。でもこれメモリーが確かね入んないんですよね、内蔵メモリーしかないからそんな長い動画撮れないんですけど、まあ、例えばこれ、うん、動画を撮る。あとシータのいいところはあれですね、なんだ、Mac でも編集できることです。コダックはね Mac で全然編集できないです。でこんな感じで撮りますよね。でここにやっぱりこのシータはある程度その高さをつけて撮った方がいい画像が前は撮れてましたね、動画か、坊主、これもちょっとね、JBL あるんでちょっと売ろうかと思ってます。まあこんな感じ、これ多分編集してあげられるんじゃないかな。でストップ、終わりました。 Wi-Fi ボタンも簡単にやるからすごく使いやすくなってます。黒だけど艶消しでちょっとこういう指紋みたいなの残りますね。でもまあいいんじゃないかな、すごく Wi-Fi なしで、これでまあこれであげます。もしこれが良かったらこれを今後山に持ってきます。結構360度動画面白そうだったんでですね、今後はどっかでこうやって撮ろうと思います。こうやって